ガッチガチ。はぁ、緊張しないでくださいよ。はい、リラックスリラックス。今回はこちら、消せるボールペンの世界。消したいぐらいの過去の話からね、消せるボールペンの世界と。じゃあ試し書きさせていただきましょうか。はい、マチラ、まずはマチラまずはな何語喋ったんですか今。マチラ、まずはマチラ。今回はこちら、ユーリンドしか知らない世界祝3周年番外編。着物から浴衣へお着替え、ユーリンドの YouTube を裏で牛耳論な広報マーケティング渡辺さんです。お願いします。お願いします。あららららららら、今日はお浴衣ですか。お浴衣です、いません。やだ素敵。これ帯がね、枝豆とビール。ほんとだ、珍しい。大平さんに借りたんですよ。へえ。ゆうせか27回目、極細ボールペンの世界127回目、鉛筆対決にご出演、三菱鉛筆赤井由紀さんでございます。赤井さんが鉛筆の匂い嗅ぐのめっちゃおもろいっすなかなかマダムが鉛筆クンクンしてるところを日常生活で見ないからなのかな。これは3周年おめでとうございます。います。わあ祝おめでとう、ありがとうございます。めっちゃブックロ出てきましたすごい手が込んでますね。こんなの作ってくれたんだ。3周年おめでとうございます。2回参加させていただき、制作されている皆様のご苦労をひしひしと感じました。この度はおめでとうございます。5年10年と続きますように。ありがとうございます。ありがとうございます。お花もいただいてるんですよね。三菱鉛筆と三菱鉛筆東京販売からお花をいただいております。ブックロ MC クビになってもいくらでも就職先ありますね。え、三菱鉛筆さんに就職できると思ってるってこと？はい、できないの？え、三菱鉛筆さんに就職できると思ってるってこと？今回はこちら、事故物件の土で育てた野菜の世界。パパはお坊さん、事故物件住みます芸人、松原谷さんです。お願いします。ありがとうございます。この世で一番会いたくて会いたくない人なんです。うわー、文学的ですね谷さんは事故物件に住んでいて心霊現象を検証することを生業としている芸人さんで、前回に出演は約1年前。あー、もう1年ですか。著書も複数出されていて、累計35万部の作家さんでもございます。ありがとうございます。最近怖いエピソードとかあったんですか。知り合いの女性のお父さんが孤独死した部屋の遺品整理を手伝いに行きまして、はい、その遺骨を持って恐れ山に行ったっていうことがあったんですけど、ちょっと全然意味が分かんないですよ。女性のお父さんが亡くなった部屋の遺品整理を手伝いに行った。まあそこまでなくはないです。亡くなった場所の周りにエロ本が敷き詰められてて、新しいの出てきましたよね。エロ本の情報さっきなかったじゃないですか。それを娘さんが見て、何この本みたいな。その後その部屋に一泊させてもらったんですけれども、はい、お父さんに娘さんにエロ本見られてどんな気分ですかって言ったら、台所からカーンって音が鳴って、お父さんいるみたいな感じになってそんなことがあったのもきっかけで、はい、娘さんが、谷さんとうちのお父さんは話が合うと思うんですよなので、はい、お父さんの遺骨を僕に預けてくれましてですね、はい、谷さんなら父といろんなところを旅行に行ってくれるんじゃないかと思いまして、しばらく預けてもいいですかって言われて谷さんも谷さんな、その女の人もその女の人ですねそのお父さんの遺骨を持って恐れ山に行ったんですよね。麓のホテルにお父さんの遺骨と一緒に泊まってる時の映像があるんですけど、はい、ニコニコ生放送で生配信してた映像ですね。真ん中が遺骨です。右が僕なんですけど、なんか出てきたでしょこれ。そう、なんか玉みたいなやつ。そう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 、めっちゃゆっくり動きますねめっちゃゆっくりなんですよ。で、まあ、見てる人も気づいたんでしょうね。なんだろうね。あ、でも何が僕生配信を見てたんですよね。うわ、なんやっていうのに今気づいてるんですよね。気づいてる状態も今動いてるとお父さんもご高齢だからゆっくりでしたね、移動が。そうかもしれないな娘さんにエロ本見られてどんな気分ですか。それでは本日のゲストの紹介に行きたいと思います。2023年現在、ユーリンドの中で最も長く働いている男、ユーリンド出版部、進藤哲夫さんです。お願いします。よろしくお願いいたします。てっちゃんよろしく。よろしく大丈夫ですか。すごい偉い方なんですよね。長くは働いてるけど。え、ちなみに何年働いてらっしゃるんですか。44年ですよね。44年。新卒で入ってからずっといますんで、若干いじる可能性もありますけど。あ、もう全然、はい、怒ないでくださいね。怒ってバーンみたいなので、ああ、怖い、おお、怖い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 、やめてくださいブッコローちゃんの名言集とかいいですね。ブッコローの名言集なんて売れます。僕なんか名言なんて一度も発したことないような気がしますけど
確かにそれはあるかもしれない、はい、いや実は鋳造カレンダーってあるじゃないですか、はい、あれのぶっころ版を作ろうかなと思ったんだけども、あ、ぶっころカレンダー、はいはい、名言ってあるかなと。名言そんなにないですよミミズクは君の友達ぐらいじゃないですか。あと決算はいつも黒字、うん、あとは高いだの美味しくないんだの冷蔵庫の下から出てきたたくあんだの悪口だらけ悪口のオンパレントカレンダーじゃないですか。 それ見て今日一日頑張ろうって思わない思わないでもこんな卑屈なやつになっちゃダメだなみたいなんでしょうね名言ってあるかな。今回はこちら、文房具屋さん大賞の世界2023文房具の仕入れの前景を握る男、有林堂文房具バイヤー、マニタ亮司さんです。お願いします。よろしくお願いします。初めてなんじゃないですか、マニタさんが出てて岡崎さんが見てるっていう構図は。そうですね。観覧に来てる岡崎さんに一言お願いしますプレゼンターが悪いですか。2021-22の方がおーみたいな。これ誰が使うんですか。私も今ラジオ英会話にはまってですね。え、何ですか。ラジオ英会話。ラジオ英会話やってるんですか。はい、テキストを書写してるんですよ。ちょっと待ってください、いつの時代の話。10年ぐらい前にってことですね。今です、今。 Now ラジオ英会話してる人が世の中にいるんですか。結構いますよ。でテキストをつけペンで書写してます。書写してるんですか、はい。じゃあちょっと申し訳ないですけど軽く英会話お願いしてもいいですかはい。 Hello Nice to meet you. Fine, thank you. What's your name? My name is 両人マニタ。 Where are you from? I come from 新潟。 Yeah, thank you. Thank youすごい。いや、すごいじゃないっすよ。週一ですよ。次はサンスター文具さんのシャームです。出ました。サンスター文具といえば浅草橋のアイデアメーカーじゃないですか。シャーム、はい。シャーペンとムってなんか混ざってんなシャーペンとム、割りがム、消しゴムだ。シャーペンと消しゴムが一緒になってんな。まずねじってペン先を出して、あ、出ました出ました、はい、シャーム、はいはい、反対側にねじると消しゴムがで消せると、はい、よく考えてるよね。え、全然消えなくないこの消しゴム嘘だろはぁ、あ、いや全然消えないよ。消えないですか。いや全然消えないもん私が使った時もちょっと消えが比較的悪いのかなとは思いましたけど細い消しゴムということで細かいところを消すっていうのが、なんだこんなデカデカとシャームって書いちゃダメなんじゃん。それで試していただいても、あ、こういうやつじゃん。ちっちゃいやつを消すやつじゃないですか。よかった、でかく書いたものを消すやつじゃないです。これもありそうでなかったですね。後ろの方に消しゴムってつくもんだっていう認識があって、はいはい、え、ついてるじゃん。後ろに消しゴムついてます。それ消しゴムなんだ。あ、そう、ダブル機能なんだ。そしてこの後ろの消しゴムめちゃくちゃ消しやすいですシャームの謎がついに明かされます。細かい文字の時はここの消しゴムで消すんですよ。ただ大きい時にはですね、なんとここをパゴッと外すとここにもちゃんと消しゴムついてるこうっすよほら、正しいシャームの使い方、消える消える。あ、すいません、サンサーさん、やっぱり素晴らしいメーカーさんですバイヤーから説明なかったですもん普通、ブッコロさん、ブッコロさん、違うんすよ。そこまで大きい字を書いちゃった時にはこちら、お尻にも消しゴムだみたいな。頼んますよ。何だったんですか、細い消しゴムででっかい文字を消してたあの時間申し訳ありませんでした申し訳ありませんでした